水大輔チャンネルでございます。今回は1対1ということで、久しぶりに果実でよくやってましたけど、公園で久しぶりですね。久しぶり、ほんと久しぶり。もうでもお互い40だからね。うん、何年ぶりとかになるんですか、これ。もう22年。22年、はい、ぶりの1対1、はい。ちなみに当時ってなんか勝率ってどっちが勝ったとかあるの？でもやりすぎてるからね。やりすぎてて、本当まあ日によりますよね。コンディションによってその日のなんかフィーリングが合う方が、勝つ日も本当、うん、勝つ日もあれば負け越す日もあればっていう、はい、あったね。うん、今からちょっとワンワンの対決をしていただくんですけど、ルールをちょっと決めたいなと思ってまして、はい、なんかどういう感じ、当時のやつとかなかったりします？どうするどうする、お前のルールでいいよ全然。これ勝っちゃうよ。ゴールキーパーいないからゴロのシュートはなし。浮かないと、浮かないとダメ、うん、浮いてネットに突き刺したら OK、うん、1点、うんうん、いいの、うん、だからそれの攻守でいいじゃん。攻守で何点せ、何点だから1点のは2点、あ、2点とかさ、3点でいいんや。3点でいい、こんな抜けないよ。3点選手で OK、 行こう。はい、行きましょう。そんな感じで行きましょう。めちゃくちゃせこいじゃんお前。いやいや俺勝ちに来てるから。一番最初俺が出た時あったじゃん。あったあった、あれもやらせだから、ね、編集の力でも何でも勝負するな。いやいやお前、これで白黒つけるから、ね、俺勝ちに来てるから本当に。お前はよっしゃ、もう分かった、もう分かった、見せたからちょっと。出たその手。うわ久しぶり。取ってないんだよ。よし。惜しかったですね。足に来てる、足に来てます、ね、足来た、うん、よしよし、攻撃なんだよな、問題は。いやー今は決めよう。惜しかったな今。惜しかった。おう、慣れた松井のドリブル。遊ばれた今、一点決めたこういうの懐かしい。マジこれやっぱドリブルのやっぱ醍醐味は教えてください。疲れるじゃん、うん、やっぱ、うん、でもその中でもやっぱドリブルしないといけないじゃん、はいはい、だから体力もいるし、うん、フィジカルもフィジカルの練習にもなってる、うん、小学生とか中学生とかやっぱやったほうがいいんじゃないですか、うん、確かに、ほんとこれやんないと
やんないと。これも職業病だからね。ずっとボール見てるし、ちょっとフェイントかければもう、ボールになるから絶対。絶対そうだな。1点取ってくれよ。分かった。よし、来い。なんでお前下がんの。間をね。よし、イエース。ゴールが取ったー。よし、イエース。ゴールが取ったー。よし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 、1点返した。よし、テレビ的にやっぱ1点取っとかない、はい、いやいやいや、2-0取りが一番危ない。今までの俺とは違うんだよ。いやでも懐かしいよ。いやマジ懐かしい。めちゃくちゃやったもん。めちゃくちゃ本気やった。松井さん、仕掛けるとき相手のどこ見て仕掛けるときはもう この選手が足出してくんのか下がんのか、間合いをこう詰められたときに、右利きだから左には行ってほしくないんですよ。でもこっちに押してるから、こっち側に。でもこうやってまっすぐ行けば、用意どうしたら、これだったら負けるけど、並んじゃったら絶対勝つから、用意どんは。プラスこっち行くとこっち出るから、出たときにもやっぱこうやって浮かしたりとか、左足で来るから絶対、右利きの選手こうやって苦笑いしてますけど。いやいや、だから俺多分一番やってるから、足出してこない、あんまずっと下がってもこうやって抜かれたくないからもうずーっとこうやって。まあまあまあ、ありますよ、戦略的には。逆に守備はどこを見てるのか、ボール見るのか、重心見るのか。いや、重心も見たりするんですけど、あんま見すぎちゃうと重心移動上手い選手なんで、だから逆に翻弄されちゃうので、まあボール見ても、まああとぼんやりここら辺見てますけど、ボール見ながら感覚視野的なやつ、はい、もう終わっていい、いいよ、終われないから。うまい、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 うまいっすね。すごいの出た。ナス、まだまだだな。今回、まあ当たり前の結果ですけども、3対1ということで松井君が勝ちましたけども、でもね、どうでしたか、久しぶりの。負けてない。さすが、さすがですね。やっぱりそれはあの高校時代も多分聞きました。それは、ま、毎回言ってました。負けても俺は負けてないと。でもそれだと思うんですよね、小学生とか中学生も、やっぱ負けないという、負けてないっていう、そういう気持ちでやってほしいなと思いますけど、本当にどうですか。いやー、やっぱ変わんないよね。あの足出したらこう仕掛けてくるとことか、で大体寄せたら慌てんだけどな、やっぱ慌てないんだよな。しかも何なん最後のやつ、えあのキックのやつとか、いつも通りじゃないですか。そうそう、いつも通りです。でも那須もね、すごいもう引退してますからね。それでやっぱ1対1やって、ずっと毎日飲んでるらしいんで。違う違う違う、ちゃんとね練習したりとかやってますし、はい、すごい頑張ってる。それではまたコラボね、はい、何かあれば OK、 もうぜひお願いします。那須くんと那須変わって松井大輔チャンネルになるかもしれない。チャンネルで、いやいや、はい、そうね、そうそう、大輔は一緒だから、大輔は一緒だから、一緒だからね。那須さんのチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。楽しかった。